北国新聞ニュースをお伝えします。石川県が能登のキリコ祭りについて地震の影響を調査したところ、5月末の時点で 75% が開催未定と回答しました。キリコ祭りは毎年夏から秋にかけて能登の各地で行われ、大きいもので高さ10メートルを超すキリコと呼ばれる灯籠が町内を練り歩きます。石川県は能登の6つの市や町で行われる232のキリコ祭りを対象に5月末の時点で地震の影響を調査しました。その結果、キリコを出して巡行や展示を予定しているのは、今日と明日行われる能登町宇筆の暴れ祭りや七尾市能登島の高田の火祭りなど11の祭りにとどまりました。一方、珠洲市の飯田とろ山祭りや輪島市の名船大祭のように神事のみか中止とする祭りが22ありました。未定の祭りは174と調査対象全体の 75% を占め、関係者は5月末にここまで未定なのは今までになかったと指摘しています。被災地を支援しようと松任谷由実さんがシングル発売した曲のミュージックビデオが完成しました。シンガーソングライターの松任谷由実さんは2001年に出したアルバムの中にある楽曲アカシアを今年5月にシングルとして発売し、経費を除き被災地への義援金に充てることにしています。アカシアは内灘町に群生するアカシアの風景に感動して松任谷さんが作った曲で、完成したミュージックビデオでは珠洲市の六甲崎灯台など能登の風景がファンタジー風のイラストで表現されています。松任谷さんは、今はどんなに苦しくてもあなたを育てたその場所は優しく美しい風土であるのを忘れないで、私も決して忘れないからとコメントしています。アカシアのミュージックビデオは今日から金沢駅のコンコースなど県内およそ50カ所で放映されるほか、来月松任谷さんの公式 YouTube でも公開されます。金沢踊りのポスターが金沢三茶屋街に掲げられ、復興を祈る9月の舞台をアピールしています。今年で21回を数える金沢踊りは9月20日から4日間県立音楽堂邦楽ホールで開かれ、東、西、勝江町の三茶屋街から芸妓が総出演します。今年の演目は復興への祈りをテーマにした寄せ集う加納にぎわい花の舞で、自然との調和や命を紡ぐ美しさを舞踊絵巻で表現します。三茶屋街には昨日総踊りの金沢風雅など去年の舞台写真をあしらった金沢踊りのポスターが登場し、芸妓衆や観光客が見入っていました。今年の金沢踊りでは9月22日の舞台に京都から祇園甲部の芸舞妓が参加し、金沢三茶屋街の芸妓たちと共演することになっています。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は能登半島地震義援金と明記した上で北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。
直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込みお問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。